琉球政府受立記念日って琉球政府の収入因子琉球政府は1952年から1972年まで沖縄本島を中心に存在した統治機構の名称である。1972年に沖縄県が日本に返還された際に消滅し沖縄県や沖縄総合事務局などに移管された琉球政府の行政府の長は行政主席であった。 1945年、第二次世界大戦末期の沖縄戦によって県庁が消滅した沖縄県では、米軍の命令により、沖縄諸島の行政を管轄させるために、沖縄市巡回が成立し、存続していた宮古市長や八重山市長は、県庁から独立して、独自の行政を開始した。1946年2月2日、北緯30度以南の日本からの分離が決定したため、 大島市長が、鹿児島県庁の管轄を離れ、琉球列島米国軍政府の指揮に入った。これ以降、数度の組織改編を行い、1950年8月4日には、沖縄軍統政府、宮古軍統政府、八重山軍統政府、奄美軍統政府が成立した。これらの行政組織は、もともとは、琉球列島米国軍政府の下部組織であった。1950年に、 米軍政府が琉球列島前国民政府と名を変えると、その下部組織となった。米国民政府は、これらの政府を指揮監督し、その決定を無条件で破棄できることになっていた。1952年までの軍統政府には、民選の知事がおり、しばしば、米国民政府の意向に反する言動を行ったため、米国民政府は、自らが指名する琉球住民を行政主席とする。 琉球政府を作った。この政府には民裁判所、立法院、行政府があり、三権を司さどったが、米国民政府が琉球政府の決定を破棄できるという条件に変わりはなかった。しかし、立法院議員は民選であったので、立法院はしばしば、米国民政府の意向に反する決議を行った。そのため、アメリカは、ゲリーマンダーや、 選挙干渉で自分の都合の良いようにした。そのためアメリカは市政権を日本から切り離し、琉球政府をアメリカの傀儡政権としてコントロールしようとしたが、琉球の民衆の本土復帰運動は盛んで、第1回から会期ごとに日本復帰決議が行われた。琉球政府と立法院は米国民政府の意向とは異なり、後に沖縄県が、 本土復帰をする際の原動力となった。ありがとうございます。